車両日のリエッセ西東京バス CK2872 号車専用車両東京オリンピック号時代の写真西東京バス5日市営業所下町車庫で2010年撮影日の出町循環バスグルリン日の出は東京都西多摩郡日の出町の町民専用コミュニティバスであるただし町民専用で運賃無料であるため乗り合いバスではない乗車するには 町民であることを証明する身分証明書類の提示が必要。なお日の出町公式サイト内では町内循環バスグルリン日の出号と表記されている。廃止されたコミュニティバス日の出ユートピア号の代替として運行開始した。西東京バス五日市営業所へ運行委託している。元日の出ユートピア号専用車廃止後は 一般路線カラーへ変更された西東京バス五日市営業所日の出町コミュニティバス日の出ユートピア号も参照2001年6月からコミュニティバス日の出ユートピア号として運行開始され2008年6月9日まで西東京バスに委託されて運行していた日の出ユートピア号は町民以外も乗車でき運賃は100円均一であったまた イオンモール日の出にも停車した。日の出、ユートピア号の廃止に伴い代替措置として、2008年6月10日から、町民専用バス、東京オリンピック号として、運行を開始した。2012年4月1日から、ぐるりん日の出号に改称している。町内循環バスとして通学アクセスや、生活アクセスを目的に運行している。町民専用バスとなってからのルートは、日の出、 ユートピア号のルートを、ほぼ踏襲したものとなっている。現行路線の詳細及び、最新の時刻表は、日の出町公式サイト、町内循環バス路線のご案内、町内循環バスぐるりから、日の出号路線図、乗車ガイド、時刻表を参照。町内西部の日の出産録にある、天然温泉、生涯青春のゆつるつる温泉を起点とし、 JR 五日市線武蔵引退駅近くの公立、秋き医療センターを終点として、東西に長い長域を介しながら結ぶ。高齢者など、交通弱者の通院の便を図るため、病院、診療所などの医療機関を結ぶ、ルート設定となっている。乗降者ともに、可能な停車場所、乗車、降車専用の停車場所が存在する。西東京バスの停留所には停車しないため、 停車場所で手を上げ合図して乗車する。経路途中で乗降扱いを行わず改装になる箇所がある。駅もより停車場所以外は乗降車ともに可能な停車場所の未記載。バスは1台しかないため、基本的には行ったバスがそのまま折り返して戻ってくるダイヤになる。運行本数は午前ルートが朝1回、午後ルートが昼と夕方に各1回となっている。 なお記載の時刻は、運行開始時に過去の広報誌に掲載されていた時刻である。2012年4月1日より、平日1日7回運行されることが決まった時点での時刻表は、客中内の公式サイトを参照のこと。日の出ユートピア号時代は専用車として、ノンステップバスの日のレインボー HR7 メートル観光マスク車が使用された。専用車両は、 コミュニティバス廃止後に専用カラーから西東京バス一般路線カラーに都職変更された。2008年6月に町民専用バス東京オリンピック号へ変更された際、専用車両も日の出町専用カラーの日のリエッセンに変更されている。ありがとうございます。